空き箱チャンネル。ある日ハードオフを見ていたら、本体ごと動きますというメトロノームを発見したので、さあ行くぞということでお迎えしちゃいました。こちらメトロノームでございます。どういった症状なんでしょうかね。開けていきます。ハードオフはね、面白いあの商品 ありましたよね。電池がないのに動くとか、なんかお化けが映るとかね、そんなね、あとはアリがいっぱい出てきますとかね、ありましたけども、そんなね、面白い結果が出るといいなぁなんて思ってます。じゃあちょっと巻いていきましょうか。あの電気を使わないんですね、これ。本当にネジで巻いてる感じですね。これ多分これでいっぱいですね。よいしょ。これでテンポを調整してあげて、手を離すとこうカチカチって動くはずですね。じゃあ行ってみましょう。せーの。なるほど。あ、かわいいな。歩いてますね。4拍子。せーの。新しいおもちゃだな、これ。はい、無事一周しましたね。ちょっとね、結果が楽しみだったんで、あえて、下ね、見せてなかったんですけども、こういう感じになってました。全部ね、見えてるんですけども、これがカッチンカッチンって動くと、それに合わせてここのね、このギアというか円盤が回るので、それがね、ちょっと大きいんで、机の下に当たるんですね。なんでこれがタイヤの役割を果たして、こういう風にくる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 回っちゃう状態になってたようです。なのでここにね、あの合う蓋、まあ、3D プリンターとか使って蓋をつけてやればですね、あの普通のメトロノームとして使えそうです。楽器やる人なんかはね、自分で持ってたりする人もいると思うんですけども、なかなかねこの仕組み見ることないと思います。せっかくなんでちょっと見ていきましょう。このギアがですね、あの穴が外側だといっぱい開いてるんですけど、内側に行くほど穴の数が減ってます。で、共通の部分はちょっと2つ穴開いてたりしますけども、なんでそことですね、ここの何拍子っていうギアがあって、一番外側に行くと2拍子なので1個おきに開いてますね。で、3拍子にすると今度はですね、まあ3拍に1回こう穴が来ます。で、さらに内側にすると4回に1回こう来るということで、外に行くほどね、直径が大きいので、ちょっとね、穴の大きさがあのだんだん外ほど大きくなってるっていう違いはありますけども、すごくねアナログな機構ですね。なんでオルゴールの穴みたいに、この穴のところに来るとチーンってなるようになってるようです。で、ちょっとじゃあ2拍子で回してみましょう。なんで今外、一番外側になってますね。2回に1回チーンってなります。で、3にするとちょっと内側に来るので3回に1回チーンが鳴ります。ですね。で、さらにこのチーンの音をね、よく見ると奥にですね、ベルがあります。あれですね、だんだん振りかぶって拍子の時にシンプルにですね、アナログで、あの、ベルをチーンと叩いて鳴らしてますね。2、3、4。6拍子だと、1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。なかなか馴染みないですけどね、6拍子っていうのはね。ゼンマイ部分ですね。まあ、ここは単純に板羽がぐるぐると巻かれて、反発する力になって、まあ、それが、この、動く機構に行くという、すごくアナログですね。おもちゃのね、あの車とかだとギアをいっぱい巻いてる時って最初だけビヨーンと速くてだんだん遅くなるんですけども、メトロノームはね、それ許されないので、一定のね力でこう、あのカチ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 するようなね構造もね、多分ここのギアとかで行ってるんだと思います。ということで、こちらね、ジャンク品のメトロノームね、ちょっと機械の勉強になってよかったですね。あの、面白かったし、勉強にもなったし、あの、500円で十分元取りましたね。まあ、あとは、最近ね、あんまりなかなか、あの、ギターとかもやらないので、使うのなかなかないんですけども。いずれね、ちょっと 3D プリンターで、あの、蓋でも作って、あの、実用性のあるものにして、使いたいと思います。それでは次回もお楽しみに。あ、
カバーに乗っけたら普通に使えた。ラッキー。